で、茅の輪は8の字に3度くぐり抜けるのが一般的なんですけど、大体神社にはやり方が書いてあるので、そこを見ながら行うといいですね。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。6月30日は寅の日、そして夏越の大祓がやってきます。この日のお誕生日の皆様、6月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。さて、この日は最強の機運日として、機運アップにとってもご利益のある寅の日ですが、私は寅の日が大好きです。お金を意識することで機運をアップさせたり、また大きな買い物をしてもお金が戻ってくるとされている日なんです。なので、欲しいものがある方は購入することもおすすめです。またこの日は夏越の大祓といって、この半年についた邪気や汚れを落として、精神的にもエネルギー的にも大掃除をする日なんです。で、この半年間に開運日に悪口言っちゃったなとか、ネガティブなアクションしちゃったなっていう方でも、この夏越の大祓は浄化をしてくれる日なんですね。私たちは完璧じゃないので、いろいろやってしまいますね。で、そういう汚れを浄化する、邪気にまみれたことを浄化する日なんです。夏越のお祓いというのは、イザナギの御事のみそぎ祓いをルーツとする行事で、心身の汚れや災いを払い清める儀式だったんです。そして夏越は読んで字のごとく夏を越すという意味で、残り半年も無病息災、清らかな気持ちで過ごせるように願う伝統行事なんですよ。で、普段何気なくしてしまうネガティブな行動や、無意識に出てしまうネガティブな言葉、そういう汚れを浄化して、邪気にまみれたことを浄化することで、清々しい気持ちにもなって、機運アップにもつながっていきます。なので、今回は寅の日と夏越の大祓いにやったらいい開運アクションを6つお伝えしますけれども、最初の3つはこの日にやったらいい定番の開運アクションで、後半はこの日にやるといいことをお伝えしたいと思います。まず、この日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。この日は金運、強運、ラブ運と共通して、夏越の大祓いの開運フードで運気アップです。茅の輪をイメージした丸い食材を乗せた夏越ご飯というのがあります。茅の輪の由来は日本神話のね、伝承にあって、昔貧しい庶民将来がスサノオノミコトを温かくもてなしたことが茅の輪くぐりのルーツなんですよ。その時に泡飯でもてなしたという伝承に習った泡、そして邪気を払う豆などが入った雑穀や小豆が入ったご飯を使って、そのご飯の上に邪気を払うと言われる赤や緑の旬の夏野菜を使います。茅の輪をイメージした丸いかき揚げを乗せて、百邪といってね、多くの邪気を防ぐと言われる旬の生姜を入れたもので、大根おろしなどのおろしだれをかけたご飯を食べるといいそうです。これはかき揚げ丼ですね。で、この茅の輪のイメージは夏野菜カレービビンバでもいいそうです。また水無月という和菓子も、平安時代に貴重な氷を口にして暑気を払うことから、夏越の大祓いの開運フード。氷をかたどったウイロウと、厄除けに効果のある小豆も使われている夏越の大祓いには伝統のある和菓子です。なので、この日は夏越の大祓いの開運フードをどれでもいいので食べたいものを食べて、運気を上げていきましょう。そして2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の機運アップ掃除。この日は断捨離をすると機運アップ。断捨離はお掃除の中でも機運アップには効果絶大なんですね。いらないものや古くなったものを処分することで、お家の厄落としになって新しい運気が入ってきます。自分にとっても必要のないものや、古くて使っていないもの、そして嫌な思い出を呼び起こすものや、収納場所に収まりきらないものがあれば、思い切って処分するといいですね。で、古くなって使わないものは邪気がたまりやすくなっているので、そのまま放置しておくと、家の中の運気も下げてしまいます。またね、嫌な思い出が詰まっているものを取っておいても、自分にいい影響はないんですよ。
なかなか捨てられないっていうのは物への執着にもなっちゃうんですね。で、こういう執着があると幸せやお金を引き寄せにくくなってしまうんです。なので、この日は断捨離するものにありがとうと言って断捨離をして、物への執着心からも解放されて新しい運気を引き寄せていきましょう。そしてこの日にやるといい3つ目の定番のカイアクションは神社参拝。やっぱりね、虎の年の虎の日なので、毘沙門天様が祀られている神社や機運にご縁のある神社やお寺に参拝すると願いが叶いやすくなります。またこの日は名護市の大祓で神社に行ってね、血の輪をくぐって邪気払いをすることもできるんです。血の輪とは血がやで編んだ大きな輪になります。で、血の輪は八の字に三度くぐり抜けるのが一般的なんですけど、だいたい神社にはやり方が書いてあるので、そこを見ながら行うといいですね。そして行けなくてもこの人型っていうね、こういうものなんです。人型、これね、片代を送って、払う方法もあります。で、神社によって違いはあるんですけど、このように人の形をした紙に名前、年齢などを書くのが一般的です。まあ、住所やね、生年月日を書く場合もあれば、家や車の片代もありますけど、その神社の様式に従ってください。息をね、3回吹きかけて、払えたまえ、清めたまえと3回唱えながら、頭から全身気になる場所をね、撫でて、こすって、悪い気を取り、移して、人型に移してお払いするんです。といういろんな方法があるので、やってみてくださいね。で、6月30日じゃなくても、もう血の輪が置いてあったりね、30日過ぎても血の輪を置いてあるところもあるので、この30日前後にやるのもいいですからね。で、いけない、時間がない、人型もないっていう方は、私のパワースポチャンネルの江ノ島神社には血の輪が置いてあるので、ぜひそこで浄化してみてください。雨がこの日降っても浄化力が高まりますから、それはそれでとってもいいですね。そしてこの日神社に行かれる方は、砂利道の参道があったらそこをしっかり歩いてきてください。それも浄化力が高まります。そしてこの日にやるといい4つ目の簡易アクションは、天然酢をたっぷり入れて日本酒も入れたお風呂にしっかり浸かる。この日は天然のお塩と日本酒を入れたお風呂に入って邪気をしっかりと洗い流すといいです。天然のお塩を入れたお風呂は邪気払いや浄化にとっても効果があります。で、塩は昔から陰気なものや汚れを払うものとして大切にされてきました。それに塩は悪いものが自分に寄ってこないようにバリアを張ることもできますね。そして日本酒も一緒に入れることで浄化力がさらに強力にアップされるんでしょう。で、天然の塩と日本酒は気のエネルギーが高いので、一緒にお風呂に入れることで、この半年間の厄や知らないうちに溜まってしまったネガティブな気を追い払ってくれて、さらに発汗作用もあるので、汗とともにすっきりとデトックスされていきます。で、お風呂に入れる日本酒は、清酒と書いてある日本酒であれば、実際は何でも OK なんですね。私はですね、天然酢は一握り入れます。小さな瓶の日本酒をそのまま湯船に入れるだけです。天然のお塩も荒塩や岩塩のようなお塩を使ってね、この組み合わせは最高なんですよ。ちょっとお風呂がトロッとして体の汚れも取れてツルツルになるしね、邪気も払えて最高の邪気払いになりますから、超おすすめです。もしお風呂に入れられない場合は、桶に入れてね、足だけ浸かるとか、髪の毛に塩パラパラっとかけて髪の毛を洗うといいです。そしてこの日にやったらいい5つ目の簡易アクションはね、昨日の新月に引き続きグラウンディングまたはアーシングする。ちょっとここでグラウンディングを強化した方がいいっていうのが出てくるんですよ。なので昨日に引き続きやりましょう。グラウンディングやアーシングは土や芝生、砂浜で裸足になって歩いて大地のパワーをいただく方法です。大地のパワーを体の中に取り込むことで体の気のバランスを整えたり、またね、マイナスなエネルギーを大地の中に流すことで心の安定も得ることができます。現代ね、生きる私たちにとって靴っていうのは欠かせないアイテムの一つです。
でも素足で男子とつながる時間を持つというのは、体にも心にも十分なエネルギーをもらえる大切な時間なんですね。で、大地のパワーをもらえる他にも、裸足で土や芝生、砂浜を歩くのは、体内に溜まっている電磁波も放出することができるんです。それに裸足になって自然に触れるというのは、今という時間をしっかりと意識して、自分自身の内面と向き合うことができて、地に足をつけて生きることを考えることができる時間でもあるんですね。なので簡単にできるのは、裸足になって土や芝生、砂浜をゆっくりとした呼吸をしながら静かに歩いてみてください。またね、川や海、湖といった水に足を浸しても OK です。土の柔らかさや芝生の感触、砂浜の砂のサラサラとした感覚をゆっくりと味わいながら、地球の真ん中とつながっていることを意識してみてください。その際ね、目を閉じて自分の足と地球の真ん中がつながっているイメージをしても OK です。地球や大地ときちんと自分自身がつながっていることを確認して、ゆっくりと深呼吸をして目を開けてくださいね。心の落ち着きと安心、そして地に足のついた安定した気持ちを感じてみてください。この日はね、足元の怪我に注意をして、グラウンディング、アーシングをして、体のエネルギーを整えて運気をアップさせていきましょう。そしてこの日にやったらいい6つ目の開運アクションは、お香を焚く。この日はお香を焚くと邪気払いになって運気がアップしていきます。お香は香りを楽しむこともできるし、煙の不規則な揺らぎを見ているとリラックス効果も得られます。他にもね、お香は仏教の世界では邪気を払って自分自身の身を清めるともされているんですよ。で、邪気払いに効果があるお香は白檀やヒノキ、沈香がおすすめです。特に白檀はね、用のお線香の原料にも使われていて、祈りの際に焚かれることの多いお香です。お香を焚くのは朝起きて掃除が終わった後に焚くと邪気払いに効果があります。窓を開けた状態で焚けるととってもベストです。なので自分が心地よいなとか、この香り好きだなとか、落ち着くなと思うようなお香を焚いてみてね。で、今回の虎の日と名護市の大祓いにアクションすることで、機運や浄化のパワーが強力に働いて運気上昇することができますから、この日に運をいっぱい動かして運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとして、どこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので自分の心地よさを意識して大事にすることも開運アクションの一つです。だから一つでもできれば OK、 できなくても充電日として OK です。楽しんでお過ごしください。それではまだね、新月のエネルギーが流れてる中での虎の日と名護市の大祓いにやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。この動画を見て開運行動をするようになって100万以上が3回、毎月10万以上が入ってきた方、臨時収入10万円が来た方、ここにコメントしたら急な臨時収入があって本当にびっくりした方、次は私の番と思い続けていたら臨時収入15万円入ってくることになった方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなから元気をいただいてます。今日は同じ質問を何名からかいただいているのでお答えしますね。夢中の時の神社との関わり方を教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、夢中と神社になりますが、私も調べてみたんですけれども、大体はとても近い方が亡くなられた場合は忌中が四十九日で、夢中は忌中を含む1年間と言われてるんですね。で、神社参拝はこの忌中期間が参拝できないと言われてるんですよ。ですので基本的には四十九日が参拝できない期間です。やむを得ない場合には神社でお祓いを受けるのがいいそうです。ただね、お寺ではその考えはないので、
お寺に参拝されるといいんじゃないかなと思います。お寺でも素晴らしいパワーがある場所いっぱいありますからね。それか先ほどもお伝えしたんですけど、私のもう一つのパワースポチャンネルで遠隔参拝もできるので、その期間だけ見るのもいいです。じゃあね。